皆さん、こんにちは。俳優でタレントの渡辺徹さんが、11月28日午後9時1分、敗血症のため、都内の病院で死去されたことが報道され世間を騒がせています。今回は、渡辺徹さんの闘病生活や子供の現在、また、妻との馴れ初めについてご紹介します。渡辺徹さんは、11月20日に発熱、腹痛などの症状が出たため、都内の病院で検査を受け、細菌性胃腸炎と診断され、入院していたそうです。その後、敗血症と診断され、治療を受けていたが、回復しなかったとのことです。ここからは渡辺徹さん自身が語られていた、闘病生活についてご紹介します。渡辺徹さんは、ちょうど俺にとっての初ミュージカルだったんですが、その東京公演の終盤にどうも疲れが取れないなぁというのと、本番中に舞台上はいいんですけど袖に下がって楽屋へ行くとか、下手から上手へ裏を回る時とかに息切れがするんですね。で、これは一回東京公演が終わったところで、ちゃんと検査をやっといた方がいいなぁと思って病院へ行きましたら、すぐ処置しなきゃダメだと思った以上に深刻だったという病状。渡辺徹さんはさらに詳しく語りました。渡辺徹さんは最初自分の中では気管支炎という発表だった。すごい咳が出て、それで近くのクリニックで見てもらったら、貧血が進んでると言われて、貧血の原因は内視鏡で胃カメラで見たら毛細血管が軽くじゅわっと出血してるから、そこを焼いて止めましょうと。心臓の弁に関しては要観察で、何年も前から半年に一度ちゃんと見てて、ある数値まではセーフだけど、それを超えると処置しなきゃいけないよってのはずっと言われてたんですが、体調を崩している時その数値が一緒にバンと上がったらしいんですね。で、これはやっぱり心臓の弁を人工弁に変えるという手術をしましょうと。その手術は最先端のものが行われることになったそうです。渡辺徹さんは、手術自体は今の最先端の技術を持ってらっしゃる先生と出会ったんで、メスで体を切ることもなく、 TAVI というカテーテルで鼠径部の動脈から管をずっと通してって、心臓のところに弁をつけて帰ってくる。それで終わりなんですよ。手術も 1,2 時間で終わって、順調ならば2日後には退院できるものでした。最先端の手術で楽に終わるはずだったが、予想外の事態が起きたのでした。渡辺徹さんは初めてマスコミの場で言うんですけども、手術の前に胃の粘膜を焼いた際にそれを手当てしなきゃいけない、その関係の薬でアナフィラキシーショックを起こしちゃったんです。それで意識が低下して、血圧が下がって、呼吸が下がって、病院ですからすぐに処置をしてくれて事なきを得たんですけども、ただアナフィラキシーショックを起こすと体にダメージがあるから、完全に回復してから心臓を触りたいということで、長い入院になっちゃったんです。入院は2ヶ月にも及び、コロナ禍で見舞い客も少ないことから、人生で初めてという無言との戦いに苦しんだという渡辺徹さん。しかし、暗いニュースばかりではなかったようです。渡辺徹さんは、入院中に還暦を迎えたんですが、2人の息子から、お父さんへ、って赤いブリーフが3枚送られたんですよ。何ですかね。特に病院に入って弱っていたからでしょうか。えらく感動してしまいましてね。で、子供たちにちゃんともらったよっていうのを写真撮って LINE で送ろうって思って、パンツを履いてる姿を撮影してたんですよ。で、撮影にちょっと苦労してたら、看護師さんがコンコン検温です。で、って見たら変な空気になってしまいましてね。下のズボン脱いでニヤニヤしながら自分の下着を取ってる姿を医療従事者の方に見られてしまいまして、と家族からのエールと合わせて病院で起きた出来事を明るく話されていました。渡辺徹さんにはお二人のお子さんがいらっしゃいます。長男が渡辺裕太さん、次男が渡辺匠さんです。長男の渡辺裕太さんはレポーターや俳優をするマルチタレントです。もともと大学卒業後は劇団俳優として活動していましたが、劇団マチダックスが縁で町田市の PR 番組やイベント司会を行っていたようです。父
渡辺徹さんのような人当たりの良さや軽快なトークが人気だそうで、今では新たな活躍の場として落語家をしているといった情報もありました。親の力を一切借りずに芸能活動を始めた渡辺裕太さんは、自分自身の力で実力をつけて親子での舞台共演も実現させました。そして次男の匠さんは劇団の研究生だそうです。文学座の養成所に在籍しているとのことですが、コロナの影響もありなかなか舞台公演が難しかったとのことですが、常に演劇の勉強に励んでいるようです。ちなみにですが、裕太さんと匠さんは YouTube でゲーム配信もしているそうです。ここからは渡辺徹さんと妻である榊原郁恵さんとの馴れ初めやブチギレ事件についてご紹介します。渡辺徹さんが2歳年上の榊原郁恵さんの大ファンで、部屋にポスターも貼っていたそうです。1982年に伝説の歌番組ザ・トップ10で初めての出会いを果たし、渡辺徹さんからしたらドキドキの初対面でしたが、当時のことを郁恵さんはあまり記憶にないそうですが、2年後にドラマ共演されたことによって交際に発展したそうです。風の中のあいつというドラマで共演が決まった際は、太陽に吠えろの出演が決まった時と同じくらい嬉しかったと後に話されています。本当に榊原郁恵さんが大好きで、実際に結婚できたので渡辺徹さんもすごい方です。しかし過去に渡辺徹さんは浮気や不倫をしていたことがありました。1987年10月に榊原郁恵さんと結婚した渡辺徹さんですが、1993年に渡辺徹さんと不倫関係にあったという女性が週刊誌に告発し、報道の翌日に会見を開きましたが、終始支離滅裂な言い訳で終了。世間からは冷ややかな視線を浴びることに。2015年6月のニュースによると、渡辺徹さんを見かねた母が榊原郁恵さんに、息子を見捨てないでほしいと涙ながらに頼み込み、榊原郁恵さんは離婚を踏みとどまったと報じています。いわば夫妻の仲を取り持ったのが渡辺徹さんの母だったようです。ところが2004年、渡辺徹さんは仕事で訪れた大阪のホテルで女性と密会し、再び騒動。渡辺徹さんは何度目かの浮気が発覚した際に、体重やら何やら管理されてストレスがたまったと榊原郁恵さんに逆ギレしたという。これに榊原郁恵さんは、勝手に一人で死になさいと愛想を尽かし、この時期の渡辺徹さんは連日のように東京銀座の高級クラブで豪遊する荒れた様子が目撃されていたようです。だが渡辺徹さんの母を大切にしていた榊原郁恵さんは、渡辺徹さんと離婚はせずに長年リウマチに苦しむ義母の面倒を見ていたとのこと。女性関係や健康面で榊原郁恵さんに苦労をかけてきた渡辺徹さんですが、2012年4月持病の糖尿病と過労により出演予定だった舞台を降板。2ヶ月後の退院報告会見では、虚血性心疾患で心筋梗塞の状態だったとして、6時間にも及ぶ手術を受けたと告白しています。渡辺徹さんは2012年11月の医学新聞のインタビューで、この命はあの妻だから助かったのかなっていう気が本当にすると榊原郁恵さんへの感謝を口にしていたと関係者の方が語られていました。そして2015年5月渡辺徹さんの母は死去。すると同月、夫妻は同氏に離婚の危機を報じられることになります。記事によると、夫婦のかすがいだった母の死により、榊原郁恵さんは知人に、これを機に夫との関係も結論を出さなきゃねと話していたそうです。さらに同年6月、一部ニュースサイトは渡辺徹さんのナンパ疑惑が報じられました。2013年に渡辺徹さんが仕事中に出会った20代の女性ディレクターに言い寄ったという、その女性は恋人と破局したばかりであることを渡辺徹さんに漏らしたところ、渡辺徹さんが、僕がその代わりになろうかと食事に誘いナンパしたとのこと。またその女性は榊原郁恵さんと付き合いの深いテレビ関係者の名であったとも伝えているそうです。2015年6月、
出演舞台の制作発表に出席した渡辺徹さんは離婚危機について大丈夫と否定、榊原郁恵さんの方も大丈夫と否定に離婚危機の問題について否定。その後、芸能界きってのおしどり夫婦の座につき、2021年にはいい夫婦パートナーオブザイヤーに受賞。渡辺徹さんはいい夫婦いい旦那とは限りませんで、いろいろと迷惑をかけましたが、ひとえに女房のおかげと妻への謝意を口にしました。榊原郁恵さんあっての受賞であることは間違いないでしょうね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。